森鴎外作青年朗読その第16回第9章続きから。この次の幕間であった。少し休憩の時間が長いということが満足に断ってあったので、見物が大抵一旦席を立った。純一はちょうど自分が立とうとすると、それより心持ち早く右手の奥さんが立ったので、前後から人に押されて奥さんの体に触れては離れ、離れては触れながら下の廊下の方へ歩いていく。かすかなパルフュームの匂いが折々純一の鼻を襲うのである。奥さんは振り向いて目で笑った。純一は何を笑ったとも返せぬながら行儀よく笑い交わした。そして人に押されるのがおかしいのだろうと後から解釈した。廊下に出た。純一は人がまばらになったので遠慮して奥さんのそばを離れようと思ってわざと歩道を緩めかけた。しかしまだ二人の間に幾ばくの距離もできないうちに奥さんが振り返ってこう言った。あなたフランス語をなさるのなら宅に書物がたくさんございますから見にいらっしゃいまし。新しいものばかりご覧になるのかもしれませんが、古い本にだってよろしいものはございますでしょう。ご遠慮はないうちなのでございますの。前から知り合っている人のように少しの緊迫の態度もなく歩きながら言われたのである。純一は名刺を出して奥さんに渡しながら素直にこう言った。私は国から出て参ったばかりで谷中に家を借りておりますが、本はほとんど何にも持っていないと言ってもよろしいくらいです。もし文学の本がございますのですと、少し古い本で見たいものがたくさんございます。そうですか、文学の本がございますの。全集というようなものが揃えてございますの。その他は歴史のようなものが多いのでしょう。亡くなった主人は法律学者でしたが、その方の本は大学の図書館に収めてしまいましたの。奥さんが美貌人だということをこの時純一は知った。そして初めて会った自分に宅へ本を見に来いなんぞと言われるのは一家の主権者になっていられるからだなと思った。奥さんは生命だけの小さく書いてある純一の名刺をちょっと読んでみて、帯の間から主人の紙入れを出してそれへしまって自分の名刺を代わりにくれながら、あなたお国はと言った。ワイケンです。おや、それでは亡くなった主人とご同国でございますのね。東京へおいでになったばかりだというのにちっともお国言葉が出ませんじゃございませんか。いいえ、折々出ます。奥さんの名刺には酒井玲子と書いてあった。純一はそれを見るとすぐ、酒井光先生の奥さんでいらっしゃったのですねと言って丁寧に辞儀をした。宅をご存知でございましたの。いいえ、お名前だけ承知していましたのです。酒井先生は Y 県出身の学者として名高い人であった。モンテスキューのエスプリー・デ・ロアを漢文で訳したのなんぞは評判が高いばかりで広く世間には行われなかったが、コード・ナポレオンの典型的な翻訳は先生が亡くなられても価値を減せずにいて、今も酒井家ではこれによって少なからぬ収入を得ているのである。純一も先生が四十を超すまで独身でいて、どうしたわけか娘にしてもいいような美しい細君を迎えてまだ一年と経たないうちに脊髄病で亡くなられたということは中学にいた時噂に聞いていたのである。噂はそれのみではない。先生は本職の法科大学教授としてよりは代々の登録者からいろいろな用事を言いつけられて随分多方面に働いておられたので、
亡くなられた後には一角の遺産があった。それを未亡人が一人で管理していて、旧藩主をはじめ同県の人と全く交際を断って、兄を当てにしているともわからない生活をしていられる。子がないのに養子をせられるでもない。誰も夫人と親密な人というもののあることを聞かない。先生の亡くなるわずか前に落成した根岸のウィルラ風の西洋作りに住まっておられるが、静かに夫の後を弔っていられるらしくはない。先生の尊上の時よりも派手な暮らしをしておられる。その生活はいつの秘密だということであった。純一が青年の空想は、国でこの噂話を聞いた時、いろいろな現像を描き出したので、酒井夫人という女は面白い小説の女主人公のように純一の記憶に刻みつけられていたのである。純一は酒井先生の名を聞いていたという返事をして、奥さんの顔を見ると、その顔にはまたさっきの無意味な、もしくは意味の覆われている微笑が浮かんでいる。ちょうど二人は西の階段の下に佇んでいたのである。上へ上がってみましょうか、と奥さんが言った。ええ。二人は階段を上った。その時、上の廊下から、小泉君じゃないか、と声をかける者がある。上から四五段目のところまで上っていた純一が、仰向いてみると、声の主は大村であった。大村君ですか。この返事をすると、奥さんは顎で知れないほどの会釈をして、足を早めて階段を上ってしまって、一人で左へ行った。純一は大村と階段の上がり口に立っている。ちょうどビュッフェと書いて、その下に上って左を指した矢の書き添えてある札を打ちつけた柱のところである。純一は懐かしげに大村を見ていった。よくちょうど一緒になったものですね。不思議なようです。なあに、不思議なものかね。興行は二日しかない。我々はぜひとも来る。そうしてみると、二分の一のプロバビティで出会うわけでしょう。ところが、ジダスカリアの連中なんぞは、みな大抵続けてくるから、これがほとんど一分の一になる。瀬戸も来ていますかしら。いたようでしたよ。これほど立派な劇場ですから、ホワイエーといったような散歩場もできているでしょうね。できていないのですよ。まずこの廊下あたりがホワイエーになっている。広い場所があっちにあるが、食堂になっているのです。日本人は、歩いたり話したりするよりは飲食をする方を好くから、食堂を広く取るようになるのでしょう。純一の左の方にいた令嬢二人が手をつなぎ合ってしきりに話しながら通っていった。その他いろいろな人の通る中で、大村が折々あれは誰だと教えてくれるのである。それから純一は大村と話しながら、食堂の入り口まで歩いて行って、おもちゃ店のあるあたりにしばらく立ち止まって、食堂に出入りをする人を眺めていると、ベルが鳴った。純一が大村に分かれて階段を降りて、自分の席へ行くとき、腰掛けの列の間の狭い道で人に押されていると、またパルフュームの蚊がする。振り返ってみて、酒井の奥さんの謎の目に出会った。雪の門口の幕が開く。ウィルトン夫人に娘を連れて行かれた不遇の楽天詩人たる書記は、銀の鈴を鳴らしてゆくソリに跳ね飛ばされて、足に怪我をしながらも、なお娘の前途を祝福して、寂しい家の灯火のもとに泣いている妻を、慰めに帰ってゆく。道具が変わって給料の上になる。野心ある実業家たる
老主人公が平生心に描いていた大工場の幻を見て、雪のベンチの上に瞑目すると、優しい昔の町人と反目の生活を共にした未亡人とが兜の上に握手して幕は降りた。出口が混み合うからと思って純一はしばらく廊下に立ち止まって舞台の方を見ていた。舞台では一旦下ろした幕を上げて、俳優が大詰めの道具の中で大詰めの姿勢をとって写真を写させている。さようなら、ご本はいつでもおいでになればご覧に入れます。純一が見返る暇に酒井夫人の後ろ姿は出口の人混みの中に紛れ入ってしまった。返事もできなかったのである。純一は後を見送りながら不意と思った。どうも俺は女の人に物を言うのは窮屈でならないが、なぜあの奥さんと話をするのを少しも窮屈に感じなかったのだろう。それにあの奥さんは妙な目の人だ。あの目の奥には何があるかしらん。帰る時に気をつけていたが、大村にも瀬戸にも会わなかった。左隣にいたお嬢さん二人がしきりに車夫の名を呼んでいるのを見た。第10章、純一が日記の断片。11月30日、晴れ。毎日几帳面に書く日記でもあるように天気を書くのもおかしい。どうしても俺には続いて日記を書くということができない。こないだ大村を訪ねて行った時にその話をしたら、人間はいろいろなものに縛られているから自分で自分をまで縛らなくてもいいじゃないかと言った。なるほど、人間が生きていたと言って何もアクセクとして日記をつけておかねばならないというものではあるまい。しかし日記に縛られずに何をするかが問題である。何の目的のために自己を解放するかが問題である。作る、制作する、神が万物を制作したように制作する、これが最初の考えであった。しかしそれができない、下宿の2階に転がっていて何が書けるかなどという批評家の言葉を見るたびに、そんなら世界を周遊したら誰にでも偉い作ができるかと反問してやりたいと思う反抗が一面に起こると同時に、俺はその下宿屋の2階もまだ知らないと思う強打が他の一面に刻す。ちょうどチタノスが岩石を砕いてそれを天に投げ打とうとしているのを、傍らに尖った帽子をかぶった一寸坊が見ていて顔をしかめて笑っているようなものである。そんならどうしたらいいか。生きる、生活する。答えは簡単である。しかしその内容は簡単どころではない。一体日本人は生きるということを知っているだろうか。小学校の門をくぐってからというものは一生懸命にこの学校時代を駆け抜けようとする。その先には生活があると思うのである。学校というものを離れて職業にありつくと、その職業を成し遂げてしまおうとする。その先には生活があると思うのである。そしてその先には生活はないのである。現在は過去と未来との間に隠した一線である。この線の上に生活がなくては生活はどこにもないのである。そこで俺は何をしている。今日はもう半夜を過ぎている。もう今日ではなくなっている。しかし変に気が済んでいて寝ようと思ったって寝られそうにはない。その今日でなくなった今日には閲歴がある。それが人生の閲歴、生活の閲歴でなくてはならないはずである。それを書こうと思って久しくいたずらに過ぎ去る記念に空虚な数字のみをとどめた日記の新しいページを開いたのである。しかし
俺の書いていることは何を書いているのだかわからない。実は書くべきことが大いにあるはずで、それがほとんどないのである。やはり空虚な数字のみにしておいた方がマシかもしれないと思うくらいである。朝は平凡な朝であった。決まって2、3日おきに国から来るおばあさまの手紙が来た。食物に気をつけろ。往来で電車や馬車や自動車に触って怪我をするなというようなことが書いてあった。食事や車のほかには危険物のあることを知らないのである。それから日曜だというので瀬戸がやってきた。ひどくチキらしいことを言う。何か俺とあの男と秘密を共有していて、それを同心力力して隠蔽しているはずだというような態度をとってくる。そして一日の証券策を2つ3つ立てて俺の選択に任せる。その中に例のごとくユヌ・ディレクション・ドミナントがある。それは磁石の針のごとくにかの共有しているはずの秘密を指しているのである。俺はいつもなるべくそれと方向を異にしている策を任用するのであるが、今度は試しにどれをも廃棄して、今日は僕はうちで本を読むのだと言ってみた。その結果は俺の予期した通りであった。瀬戸はしばらくもじもじしていたが、とうとう金を貸せと言った。俺には彼の要求を満足させることはさほど難しくはなかった。しかし俺は中学時代に早く得ている経験を繰り返したくなかった。君、この間のもまだ返さないで甚だすまないが、というのは最も無邪気なのである。長々ありがとうと言って一旦出しておいて、改めてプラスいくらかの要求をするというのは古い手である。それから一番振るっているのは、もうこれだけでちょうどになりますからどうぞというのであった。はしたのないようにするもの、まとめておくものにことを書いて借金をまとめておかないでもよさそうなものである。俺はそういう経験を繰り返したくなかった。そこで断然初めから断ることにした。しかるにその断るということの経験は甚だ乏しい。俺だって国から送ってもらうだけの金を何々に使うという予算を立てているから、不要な金はない。しかしその予算を狂わせれば貸されないことはない。彼の要求するだけの金は現に持っているのである。それをないと言おうか。そんな嘘はつきたくない。また嘘をついたってそれが嘘だということは先方へはっきり知れている。それは不愉快である。つい国を立つすぐ前である。やはりこんなふうに心中で突を逸した結果、君、これは返さなくてもいいが僕はこれきり出さないよと言ったことがあった。そしてその友達とはそれきり絶好の姿になった。実につまらない潔癖であったのだ。嘘をつきたくないからといって相手の面目を潰すには及ばないのである。それよりはまだ嘘をついた方が良いかもしれない。俺は勇気を出して瀬戸にこう言った。僕はこれまで悪い経験をしている。君と僕との間には金銭上の関係を生じさせたくない。どうぞそのことだけはやめてくれたまえと言った。瀬戸は驚いたような目つきをして俺の顔を見ていたが、他の話を2つ3つしてそこそこに帰ってしまった。あの男は俺よりはよなれている。多分あのことのために交際をやめばすまい。ただその態度を変えるだろう。もう君は偉いよは言わなくなって
かえって少しは前より俺を偉く思うかもしれない。しかし俺はこんなことを書くつもりで日記を開けたのではなかった。目的の不確かな訪問をする人はことさらにうろを取る。俺は自分の書こうと思うことが心にはっきり分かっていないので、強いて余計なことを書いているのではあるまいか。午後から酒井夫人を訪ねてみた。有楽座で知り合いになってから今日訪ねていくまでには実は多少の資料を費やしていた。行こうか行くまいかと理性に問うてみた。フランスの本が集めてあるというのだから行ってみたら利益を得ることもあろうとは思ったが、人の噂に身の上が疑問になっている奥さんの屋敷に行くのはよくあるまいかと思った。ところが理性の上でプロの側の理由とコントラの側の理由とが争っている中へ医師が要介した。俺は行ってみたかった。その行ってみたかったというのは書物も見たかったには相違ない。しかし容赦なく事故を解剖してみたらどうもそればかりであったとは言われまい。俺はあの奥さんの目の奥の秘密が知りたかったのだ。有楽座から帰ってから俺はあの目を折々思い出した。どうかすると半ば意識せずに思い出していて、それを意識してはっと思ったこともある。いわばあの目が俺を追いかけていた。あるいはあの目が俺を引き寄せようとしていたと言ってもいいかもしれない。実は理性の争いに医師が要介したというのは主客を転倒した話で、その理性の争いというのはあの目の磁石力に対する無力なる肯定に過ぎなかったかもしれない。とうとうその肯定に医師の打ち勝ってしまったのが今日であった。俺は根岸へ出かけた。うちはすぐ知れた。平らに刈り込んだ樫の木が高く黒板塀の上にそびえているのが何かの秘密を像しているかと思われるような外観の陰気な屋敷であった。石の門柱に鉄格子の扉が取り付けてあって、それが閉めて脇の片扉だけが開いていた。門内の左右を低い籠塀で仕切って、その奥に西洋風に戸を閉めた入り口がある。ベルを押すと美しい十四五の駒使いが出て、名刺を受け取って入って、間もなく出てきて、どうぞこちらへと案内した。通されたのは二階の西洋間であった。一番先に目についたのはワットーか何かの絵を下絵に使ったらしい美しいゴブランであった。園の木立の前で立っている婦人の手に若い男が接吻している図である。草木の緑や男女の衣服の赤や紫や木の霞んだような色がちょうど窓から差し込む夕日を受けてまばゆくない心持ちのいい調子に見えていた。駒使いが茶を持ってきて、奥様がすぐにいらっしゃいますと言って出て行った。茶を一口飲んで書籍の立て並べてある棚の前に行ってみた。書棚の中にある本は大抵俺のあるだろうと予期していた本であった。コルネイユとラシーヌとモリエールとは立派に製本した全集が揃えてある。それからボルテールのものやユーゴーのものがだいぶある。瀬川の墓地をあちこち見ているところへ奥さんが出てこられた。俺は謎らしい目を再び見た。俺は誰も言いそうな簡単で平凡な言葉と矛盾しているような表情を再びこの女の目の中に見出した。そしてそれを見ると同時に、俺のここへ来たのはコルネイユやラシーヌに引き寄せられたのではなくて、
この目に引き寄せられたのだと思った。俺は奥さんとどんな会話をしたかを記憶しない。この記憶の消え失せたのはインテレクトの上のあまり大きい損耗ではないに違いない。しかし奇妙なことには俺の記憶は決して空虚ではない。談話を忘れるくせにある単語を覚えている。今一層適切に言えば、言語を忘れて音響を忘れないでいる。ある単語がいくつか耳の根についているようなのは音響としてついているのである。記憶の今一つの内容は奥さんの挙動である。体の運動である。どうして立っておられたか、どうして腰をかけられたか、また指の先のあまり細りすぎているような手がいかに動かずにほとんど象徴的に膝の上につなぎ合わされていたか、そのくせその同じ手がいかに敏捷に女中の運んできた紅茶を取り継いで渡したかというようなことである。こういう音響や運動の記憶がその順序の不確かな割にそのいちいちの部分がはっきりとして残っているのである。ここにおかしいことがある。俺は奥さんの運動を覚えているが、その静止しておられる状態に対しては記憶がすこぶるおぼろげなのである。その美しい顔だけでも表情で覚えているので、形で覚えているのではない。その目だけでもそうである。国にいた時、あるじじいが俺に、牛の角と耳とはどちらが上でどちらが下についておりますかと問うた。それくらいのことは俺も知っていたから、すぐに答えたらじじいが言った。旦那方でそれがすぐにお分かりになるお方はめったにござりませんと言った。形の記憶は誰も乏しいと見える。一人女の顔ばかりではない。そんなら奥さんの着物についてどれだけのことを覚えているか。これがいよいよおぼつかない。記憶はかえって奥さんの言葉をたどる。俺が見るともなしに奥さんの羽織のしまを見ていると奥さんが言われた。おかしいでしょう、おばあさんがこんな派手なものを着て。私は昔のよそ行きを今の普段着にしますのと言われた。俺はこの言葉を聞いて初めてなるほどそうかと思った。華美に過ぎるというような感じは俺にはなかった。俺にはただ着物の美しい色が奥さんの姿にはよく調和しているが、どこやら世間並みでないところがあるというように思われたばかりであった。俺の日記の筆はまだうろを取っている。俺は強打である。久しく捨てて帰り見なかったこの日記を開いて筆を取ってこれに臨んだのは何のためであるか。ある閲歴を書こうと思ったからではないか。なぜその閲歴をなす勇気があってそれを書く勇気がないか。それとも勇気があってあえてなしたのではなくて人に余儀なくせられて乱れになしたのであるか。乱れになして恥じないのであるか。俺は根岸の家の鉄の扉を走って出た時は血が湧き立っていた。そして何かわからない爽快を感じていた。一種の力の感じを持っていた。あの時の自分は平成の自分とは別であって、平成の自分はあの時の状態に比べると脈の内に冷たい魚の血を蓄えていたのではないかとさえ思われるようであった。しかしそれは体の感じであって思想は混沌としていた。俺は最初は大股に歩いた。さつま下駄が寒い夜の土を踏んで高い音を立てた。そのうちに歩調がだんだんに緩くなって、うぐいす坂の上を西へ曲がって石灯籠の列をなしているおたま屋の前を通る頃には、
それまで肌へを燃やしていた血がどこかへ流れていってしまって、自分の顔の青くなって肌へに泡を生ずるのを感じた。それと同時に思想がだんだん秩序を回復してきた。澄んだ喜びが湧いてきた。例えばパロクシスムをなして発作する病を持っている者が、その発作の経過し去った後に安堵の思いをするような具合であった。俺は手に一貫のラシーヌを持っていた。そしてそれを返しに行かなくてはならないという義務が、格別愉快な義務でもないように思われた。もうあの目が魔力をたくましゅうして自分を引き寄せることができなくなったのではあるまいかと思われた。突然妙なことが俺の記憶から浮き上がった。それは奥さんのある姿勢である。俺がラシーヌを借りて帰ろうとすると、寒いからというので駒使いに言いつけて缶をしたぶどう酒を出させて、俺がそれを飲むのをじっと見ていながら、それまで前かがみになってかけていられた長椅子に背を十分に持たせて、白足袋を履いた両足をずっと前へ伸ばされた。記憶から浮き上がったのは意味のないようなあの時の姿勢である。あれを思い出すと同時に、俺は行く時から帰るまで奥さんとの対話を回顧してみて、一つも愛情にわたる言葉のなかったのに驚いた。そしてあらゆる小説や脚本が虚構ではあるまいかと疑ってみた。その時不意とオードという名が思い出された。ただオードの目は海のように人を漂わしながら死せる目であった。空虚な目であったというのに、奥さんの謎の目は生きているだけが違う。あの目はいろいろなことを語った。しかしあの姿勢も何事をか俺に語ったのである。あんな語りようは珍しい。あくまで行儀正しいところと一変してあくまでフリボールなところとのあるのも、あれもオードだとつくづく思いながら歩いていたら、美術学校と図書館との間を曲がる曲がり角で巡査が突然ランタンを顔のところへ出したのでびっくりした。俺は今日の日記を書くのに目的地に向かってウロを取ると言ったが、これではついに目的地を避けてその外辺を一周したようなものである。しかし俺は知らざる人であったのが今日知る人になったのである。そしてその一時湧き立った波がたちまちまた収まって、その時から2時間余りしか経たないのに、心は鉄人のごとくに平静になっている。俺はこんなものとは予期していなかった。予期していなかったのはそればかりではない。俺が知る人になるのに、こんな機嫌で知る人になろうとも予期していなかった。俺は必ず恋愛を待って初めて知る人になろうとも思わなかったが、また恋愛というものなしに自衛心が容易に打ち勝たれてしまおうとも思わなかった。そしてあの酒井夫人は決して決して俺の恋愛の対象ではないのである。俺に内面からの衝動、本能の炸裂のあったのはすでに久しいことである。俺は心が不安になって本を読んでいるのに、目がいたずらに文字を見て心がその意義を尋ねることのできなくなることがあった。俺は不意と何の目的もなく外に出たくなって飛び出して、忙しげに諸所を歩いていて、その途中で自分が何者かを求めているのに気がついて、あのゴーチエの窓も合わせゆモーパンにある少年のように、女を求めているのに気がついて自ら咎めはしなかったが、自らあざけったことがある。あの時の心持ちは妙な心持ちであった。あるアバンチュールに遭遇してみたい。その相手が女ならいい。そしてその遭遇に
身を委ねてしまうか否かは疑問である。その刹那における思慮の選択か、または意思の判断に待つのである。自分の体は愛惜すべきものである。容易に身を委ねてしまいたくはない。ことによったら女に会って、女が俺に許すのに俺は従わないで、そして女をなるべく侮辱せずになだめて医者して別れたら面白かろう。そうしたら、あるいは珍しい純潔な交わりが成り立つまいものでもない。いやいや、それは不可能であろう。西洋の小説を見るのに、そんな場合には女は到底侮辱を感じずにはいないものらしい。またよしや一時純潔な交わりのようなものができても、それはきっと似て非なるもので、その純潔はお得の栗の芽に過ぎないだろう。所詮そうそう先の先まではわかるものではない。とにかくアバンチュールに遭遇してみてからのことである。まあこんなふうな資料が半ば意識の敷居の下に、半ばその敷居を越えて心の中に往来していたことがある。そういう時には俺はそれに気がついて、意識が目をはっきり覚ますと同時に、俺はひどく自ら恥じた。俺はなんという強打な人間だろう。なぜ真の生活を求めようとしないか。なぜ猛烈な恋愛を求めようとしないか。俺は意気地なしだと自ら恥じた。しかし、とにかく内面からの衝動はあった。そして外面からの誘惑もないことはなかった。俺は小さい時から人に可愛がられた。良い子という言葉が俺の別名のように唱えられた。森鴎外作青年朗読その第20回第10章途中まで。